ナミさんいつもお世話になっております。そうなんですよね、清美さんがねちょっとまだ退院されてないということを昨日私も知りまして、まあ随分長いなと思ったところなんですけども、実はね先週の土曜日もお店を休まれていたんで、ちょっとまあ寄れなかったところもあるんですけどもね、まあ、あの動画の方にあえてライブ放送中にコメントいただけたんで、まあ生存確認ではないですけどね、ちょっと安心するところあったんですけども、でも反面ずいぶん長い入院になってるなと、まあ、急にね入院することになったみたいなんで、まあ何かね重大なことが見つかったのかなと心配してしまうんですけども、まあ、特に清美さんの場合はまあ、精神を扱うね、お仕事をされてる面もあったりとかして、まあ、非常に、まあ、穏やかな人柄ではあるんですけども、その分、他者からのね受けるエネルギーがいろいろと作用するのかなと、まあ、あまり詳しくない私なんですけどね、まあ、偏差してるところなんですけども、まあ、ナミさんからもこのヒーリングの動画を送っていただきまして、早速、転送するところでございます。また同時にですね、まあ、清美さんだけではなくて、まあ、多くの方がいろんな形で精神を病んでると思います、うん、まあ、精神的に強くならなければならないっていうのは確かにそうなんですけども、それ以上の悪意がこの世の中にはちょっとうごめいていることと、あとやっぱりねこの清美さんの件とは離れるんですけども、なんかこう伝えることのその、まあ、難しさというかね、その難しさを克服しないまま多くの方が社会に出て30、40、50代を過ぎてしまうっていうところにもね、まあ、かなり大きな人との心との齟齬が生まれるんだろうなと思ってるんですよね。まあ、何と言いますか、まあ、昔から以心伝心とは言いますけれども、この以心伝心という言葉がね、なんで生まれたかっていうと、語らずとも受け取ることができるってことなんですよね。これはでも多くの方がもう取り組んでないことかなと思うんですよ。やっぱり言わなければ伝わらないとかね、伝えなければわからないとかっていうところに依存してしまって、こうなんじゃないかなとかね、こうやったらこの人は喜ぶんではなかろうか、こんなことをしたらこの人は、悲しむんではないだろうか、ダメージを受けるんではないだろうかっていうふうに、なんか見えるところが人はあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そうなるとやっぱこう、自分の弱さがね、他者の精神を引きずらないように、まあ、自ら、まあ、強くなっていくといったらまた抽象的なんですけどね、まあ、不屈の精神っていうのをやっぱ身につけていきたいなと思うわけなんですよね。まあ、それから強靭な肉体ですか、あと金銭的に豊かなことと、いつも同じなんですけども、そうですね、豊かな人との関係ですよね。特にこれですよね、あまり使いたくない言葉ではあるんですけども、これは清美さんの件と離れますけども、知らず知らずの人うちにですね、人はね低俗な人と関わってしまって、そこから抜け出せなくなってくるんですよね。これ以前の動画でもお話しましたけども、愚かな人と付き合うと愚かな思考を持ってしまうし、脳が侵されるんですよね。これは恐ろしいことで、ミラーリング効果っていうのがあって、最も一緒にいる人や物に自分が感化されるんですよね。だからやっぱこう、人との付き合いっていうのは大切にするのと同時に、大切にするがゆえに大切な人がいるんだったら、大切じゃない人とは別れないといけないっていうことなのかなと思うんですよ。でそれがほとんどできないと、どうしてもね、低俗であり愚かな人との付き合いっていうのがそれなりに楽しいと錯覚してしまうところがあるんですけども、賢い人との関わりの方がもう、まあ、全てをね豊かにするというところに一歩たどり着かないだろうと思うんですよ。まあ、私もそう言ってもね、まあまだまだではあると思うんですけども、おかげさまでこうやってね、いや私の熟成であり、まあ、私の直接関係しているその清美さんのことをこう、まあ、奈美さんのようにね配慮できるっていうのは凄まじい、まあまあ、いわゆる愛のエネルギーだなと思いますし、うん、まあ奈美さんだけですよ本当にこれは。
清美さんのことを心配してくださるのは私以外にはナミさんだけですよ。本当すごいことだなと。そのためにね、動画まで作って送っていただけるなんてね、まあ、清美さんの件とは離れますけどって何回も言ったんですけど、結局清美さんの件に戻ってしまいましたけども、だからナミさんのそのね、取引先の方とかいつもお付き合いされてる常連のお客さんとかの人格がここで見えるわけです。私は本当にナミさんも素晴らしい方に囲まれてお暮らしになってるなと、お仕事をされてるなと、誇らしい家族と共に歩んでるなと。その中でもむちゃくちゃ忙しい中でこうやって毎日ね、まあ、動画を送ってくださると。どんなにスパルタをしても私の塾生でも送ってこないですよ、こんなの。もうなんかね、今回の件を通じて、まあ、ナミさんのね、まあ、私よりもちょっとこう年は上になるかもしれませんけども、それでも気高い人生を送ってきたところをね、こう走馬灯のように走馬灯って言ったらまたね不吉ですけども、感動しましたね今回の動画は。私に対してじゃなくて清美さんに送ったってところはまたすごいですよ、まあ、久保さんありがとうございます、久保さん大丈夫ですかだったらそれも嬉しいんですけども、あ、いつもありがとうございますなんですけども、私の知るところ直接の関わりがないわけじゃないですか。それがナミさんが今回ね直接の思いを持ってここまでね、ここまで、あの他者という言葉がもうすでに適切じゃないんですけども、他者ではないですから、でもあえて言いますとここまで他者に配慮できるものなのかなと思ったら、ね、すごいですよね。もう大抵は分かってはいても結局は自分のことを優先、自分の余裕のなさから傷ついてる人はね、やっぱ通り過ぎてしまうんですよね。いや、すごいじゃないですか。本当にこれが清美さんの回復に少しでも貢献できるんじゃないかなと私も思いますね。それではね、あのタコ丸さん、清美さんのお店に行った際には清美さんとかね、ご主人の信人さんからいつも感謝のメールが来るんですよ。で、そのメールに載せて直接ナミさんの動画送らせていただきますんで、その上でですね、毎日の速稼塾の配信にも載させていただきますんで、これ一般公開になってますからね、差し支えないと思いますんで、そのようにさせていただきます。今日もスタートするわけですけども、私の一日がね、一発目にこんなメッセージいただけて、なんか私もねちょっとこうエネルギーをもらったような感じですね。コーヒーもいつもより美味しいような気がします。もうすでにホットコーヒーになってきました。はい、それではなお、ナミさんもあのご無理のないように、非常に難しいお仕事をされている中で、そのネット活動もね、もう人一倍と言いますかね、まあ、本当に毎度毎度言いますけども10年やってるわけですからね、まあ、すごいなと思いますよお前もだろって言われそうですけども、私の10年ってのは本当スカンスカンですから、まだまだ修行が足りませんので、いや、お互いに高め合っていければなと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様です。